中からですね、今度は焦らずお届けいたしました。引き続きまた3曲いってみたいと思いますけれども、1曲目をお届けしますナンバーはお客様よりリクエストをいただきましたナンバーで、こちら今度ボーカルは3曲目トリッキーと、そしてクリスマスですね、デュエットを流れてもらうデュエットですね。はい、よろしくお願いします。トリッキー、このドライバーのネックが高いですね。どうしたんですか？誕生日プレゼントに今日いただきました。どうもありがとうございます。Cause I'm leaving.
皆さんのリマーズ、スイスでですね、楽しんでいただきました。踊りの方でちょっとね、ハッスルしすぎて足首をくじいた方も、どうもね、負傷されたよく聞こえませんね。奥の皆様も楽しんでいらっしゃいますか？あ、安心いたしました。ありがとうございます。今日はですね、皆さんお知り合いなんですかね。お友達の皆さん、なんかとてもね、仲良さそうにね、とても親しく、私見ていただいておりますが、今度はですね、皆さんお知り合いなんですかね、お友達の皆さん、なんかとてもね、仲良さそうにね、とても親しく、私見ていただいておりますが、今度はですね、皆さんお知り合いなんですかね、お友達の皆さん、なんかとてもね、仲良さそうにね、とても親しく、私見ていただいておりますが、今度はですね、皆さん、お知り合いなんですかね、お友達の皆さん、なんかとてもね、仲良さそうにね、とても親しく、私見ていただいておりますが、今度はですね、皆さん、お知り合いなんですかね、お友達の皆さん、なんかとてもね、仲良さそうにね、とても親しく、私見ていただいておりますが、今度はですね、皆さん、お
広田美恵子さんが歌っていらっしゃいました。ナンバーで、こちら、あと、森山加代子さんも歌っていましたね。第1ナンバー、今度はボーカルはエリに変わりまして、1曲目のソマにお送りしたいと思います。皆様準備の方はよろしいですか？あまり乗り気じゃないですかね。よろしかったら今度はチークタイムでお過ごしください。お送りしましょう。砂に消えた涙。
しましたまずは南京の涙曲をお届けいたしました。はい、さあここからはですねまた元気いっぱいのナンバーですねダンスナンバーを3曲お届けしたいと思いますのでまたですねどうぞ前に出てこられましてダンスでお付き合いしていただきたいと思います。2曲目お届けしますナンバーはこちらはザ・ヴィーナスがですね歌ってとてもヒットしたナンバーキスを目にしてお届けいたしまして3曲目ラストにはセイママお届けしたいと思います。その前にまず1曲目こちらもお客様よりですねリクエストをいただきましたナンバーです。どうもありがとうございます。今度はクールスのナンバーを平野ところで聴いてください。シンデレ